はい、皆さんこんばんは。今日はですね、短期的に大きな利益を得るにはということで、説明させていただきたいと思います。短期的に確実にですね、利益を得られる方法というのが今現時点ありましてですね、はい、それは何かというと、エンジンコインと言われるものなんですよね。エンジンコイン。これを使ってどうやって利益を確実に得ることができるのかと言いますと、まず戦略的に、予定から言いますとですね、このエンジンコインっていうのは、1月26日にコインチェックに上場するということなんですよ。で、コインチェックに上場する。1月26日に上場する。このコインチェックはですね、今、口座開設が殺到していまして、今人気なんですよね。テレビ CM なんかも始まっておりますと。そういった状況です。そのエンジンコインっていうのが、最大手の海外の最大手、バイナンスで、もう取り扱いは行っているんですよね。取り扱いを行っているという状況なんですよね。ほんでもって、これをどうするかと言いますと、コインチェックに26日に上場するんですけども、上場する前に、バイナンスでエンジンコインを先回りして、買っておくということなんですね。買っておいて、コインチェックにエンジンコインが上場されて、日本人が、多くの人が、エンジンコインが、有用性のあるコインなんで、買い始めると。たら結構上がるんですよね。日本人の爆買いですね。ガーンと上がると。で、上がった時に、どこまで上がるかわからないんですけども、上がることは確実ですね。これは。で、上がった時に、バイナンスでしれっと売っちゃうというやり方なんですね。これはいいやり方ですね。短期的に2倍ぐらいは取れるんじゃないかなと思っております。長期で保有するっていうのもありですけどね。エンジンコイン。このエンジンコインっていうのは面白いですね。ゲームで使われるコインで、NFT と言われるトークン、ノンファンジブルトークン。これがマインクラフトだったりだとか使われるみたいですね。で、マインクラフトで貯めたお金をノンファンジブルトークンに移してですね、で、他のゲームにも使えちゃうと。いうことなんですよね。要するにゲームとゲームを横断できるような通貨になっちゃうということなんですよね。これは革命的ですよね。革命的ですね。はい。これは面白いですよね。持っとくだけで、長期保有でも十分利益は取れると思いますね。これはぜひおすすめですね。私もちょっと、買っていこうかと思いますね。買って実際にゲームをして、使っていこうと思いますね。はい。ということで、短期的に利益を出す方法ということでお送りさせていただきました。はい、以上になります。ありがとうございます。